はい、こんにちは。今回はですね、こちら繊細という沼っていう作品を遊んでいくんですけども、こちらの作品なんですが、 HSP っていう、感受性が人よりね強い方の物語となってるみたいなので、早速初めからでやっていきましょう。ちなみに私自身が別に HSP っていうわけではないと思う。診断したわけじゃないから知らないけどね。ああ、今度の仕事もうまくいかなかったな。そっか、どこも千赤さんのこといらないか。この子が主人公かな？千赤ちゃん、千赤さん。自分でもその気持ち、わかるな。ああ、なんだろうね。なんとなく、わからんでもないよな。結局、俺という存在を必要とはしてないんだろうなっていうのはわかるしな、社会が。社会が俺を必要としない。俺っていう、俺じゃなくて、この、人間っていうね、一致労働力としては必要とされてるのかもしれないけど、俺っていう個人としては別に必要とされてないんだよなっていうのは、ひしひしと伝わるからな、俺も。どの仕事も全然長続きしないな。仕事以外も長続きしないけど、なんとなくこれも俺はわかる。わかるというかさ、なんだろうな。なんか、何やってても別に俺じゃなくてもいいんだろうな感はある。別にここにいるのが俺じゃなくても、別に世界は回っていくし、このコミュニティは回っていくんだろうなっていう感覚がわかるから、なんかどうでもよくなるんだよな。俺はな。外は寒いし、うるさい。早く帰りたい。そうなんだよな。なんとなくわかるというか、同じじゃないかもしんないけどね。雪はもう降ってないけど、まだ外は寒いな。めちゃめちゃ雪積もってるように見えるけど、これは寒いよな。長い襟のある服とか、マフラーが苦手な千赤さんは冬がとても苦手です。カッターシャツとかマフラーとかってことかな。俺もあんま得意じゃねえけどな。首に細かい繊維が触れてると、なんか落ち着かないんだ。あれ、俺も一緒なんか？すげえ理解できるぞ、これ。なんかさ、ネクタイとかするとさ、カッターシャツの襟が首に触れるんだよ。あれが気持ち悪いんだよな。すげえわかる。マフラーも、なんか、するときは、めちゃめちゃこう、ゆとりを持って、首に触れないように風を暴風するイメージでつけるかな、俺も。やべえ、もしかして俺も一緒なんか？友達になれるよ。地下の通路はあったかい。なるべく外に出たときはここを通りたい。外にいると人の会話とか大きい笑い声がうるさくて気になっちゃう。お前、マジか。俺もわかるぞ、それ。別に会話を聞きたいわけじゃなくて、周りの会話が全部耳にぶち込まれるんだよな。それでなんだ、なんだってなるんだよ。わかるわかる。そういう時は俺感情のスイッチをオフにするんだよ。もう何にも考えずに自分の世界に入り浸ろうとするんだけど、それするとな、周り見てないからぶつかるんだよな。人の声と視線が気になる。俺はあんま気にならんかな。で、気になるっていうか、人の気配が気になる。そこに何かが存在するときに発生する気配が、自分のパーソナルスペースみたいなところに入ってくると、めちゃめちゃ気になる。だから電車の中とか最悪だよね。外を歩くだけで、千赤さんは知らない人に気を使ってしまいます。俺は気を使ってるっていう感覚がねえから、もしかしたら違うのかもしんねえ。なんでみんな平気そうな顔をしていられるのかな？これは俺も理解できるな。なんであいつら気にならねえんだろうな。あの人の会話というか、オーラというか。すげえよな。人の声とか視線とか気にならないのかな？なあ、なるよね。なんか、オーラというかさ、気配がさ、うるさいんだよな。ショッピングモールとか最悪だよね。あっちこっちで人が喋ってて、その会話全部耳にぶち込まれて何言ってっかわからんしさ。最悪だよな、あれ。
にならないのが普通ってよく言われるけど、普通じゃなくて恵まれてると思う。感受性似てるかもしんないね、俺たち。なんかわかるよ、それ。なんかできることが普通なんじゃなくて、できることが恵まれてるよな。な、できない人間はそう思うよな。だってできないのが普通だもんな。すっげえ友達になれるかもしんねえな、お前。でもまあ、俺は俺自身と友達になりたいとは思わねえから。ダメだな。家に着いた。お昼なんだ。お昼から家にいられるって最高。明日から仕事行かなくていいんだ。とりあえず今日は何もしないでいいや。あ、もうゆっくりと休めな、体を。疲れるんだよな、仕事って。だって別に俺じゃなくてもいいんだろうな感やっぱあるもん。何もしてないのに一日が終わった。でも寝る以外やることがない。まあ俺だったらゲーム実況するけどね。暇。でも自分の部屋以外に居場所がない。自分の部屋にいても何かしてるわけじゃないけど、まあ自分の部屋ってすげえ安心するもんな。一歩外に出て家から出るとなんか、わかる、気持ち悪いっていうんじゃないけど、なんだろう、裸じゃないけど裸で歩いてる感覚に近い気がする。なんか守るものがないというか、外壁がないというか、スマホをずっといじっている。スマホがあればいろんなことができるはずだけど、千赤さんは大したことに使ってない。確かにスマホがあったらな、なんか世界中の人と繋がれたりするんだろうけど、まあ俺もあんまり SNS の友達とかいないから大したことには使ってねえな、俺も。いや、すげえよな、 SNS でさ、なんかコラボしましょうとかさ、一緒にゲームしましょうとか誘える人、あれなんで誘えるのかなっては思うのよ。いや、その、なんで誘えるのかなって悪い意味じゃなくて、いい意味でどういう感じで誘うのみたいな、っていうのが俺は分からん。仕事がなくなってから結構経ったかな。次の仕事探さないといけないか。でも良さそうな仕事がないな。なんかいつも求人が出てるような仕事ってどれもやったことあるな。まあ大体なんか調理師とか、ね、ああいう、なん店舗スタッフとかが多いんだよな。それでどれもすぐ辞めちゃってるんだ。何なんだろうね、あの同じ求人しかないのは。家賃払えなくなってきたかも。最初に働いてた場所の近くに住んじゃったから家賃が高いんだった。早くこの部屋を出てもっと安い場所に住むようにしよう。仕事を辞めた時に比べるとそんなに寒くない日も増えた。雪も減ってきたし。前の部屋は解約した。次の部屋が見つかるまで安く泊まれる場所に行こう。どこだろう？ネットカフェとかビジネスホテルとかかな？いらっしゃいませ。ネットカフェかな？何泊か泊まらせてください。でも最近のね、カフェって泊まれるのかな？はい。身分証明書の提示をお願いします。ないです。ないの？運転免許証とか。借りました。泊まってもいいですか？あ、大丈夫なんだ。運転免許証なくても。俺、寝カフェとか行かねえからな。人の視線がうるさいから。あ、でも個室に入れば、あれか。別に気にならんか。この寝カフェは静かなんだよね。あったかい。ソファーは綺麗。パソコンもある、ソファーもある。ご飯も頼めば出てくる。ゲーム実況できるじゃん、じゃあ。他人はいるけど別にうるさくないから、アパートに住むより快適かも。とか、アパートだとな、なんか気にするしな、周りの音とかな、生活音とか、あとなんかばったりこう、外で顔合わせた時とか気まずいもんな。食べ物ってありますか？メニューです。何？どうしました？唐揚げとかカレーとか、茶色い食べ物ばかりだったので、なんか面白くて、ネカフェって結構メニュー充実してるんだな。なんかポテトしかないイメージがあったや。なるべく安くてお腹いっぱいになるやつって何ですか？ポテトかな？カツ丼？カツ丼なんてあるのね、カフェ。すげえな。
千赤さんはそんなに食べられません。胃もたれします。自分から聞いておいて。まあでもカツ丼な、結構お腹いっぱいになるもんな。ピラフ。あ、ピラフなんてあるの？ピラフってあの、エビピラフかな？俺あの冷凍のエビピラフ好きだよ。お願いします。手作りなのかな？お店の外に出てみよっと。お店の外。寒いけど、なんか落ち着く。雑居ビルの一角って感じなのか。ちやか。あれ？知り合い？ひー、そりゃひーだよ。急に名前呼ばれたら。身分証明書を提示してないのに名前で呼ばれる。いや、身分証明書提示しても下の名前で呼ばれたらひーだな。すいません。ちゃんとお金は払いますよ。落ち着いて。友達なのかな？でも、見覚えなさそうだしな、ちやかさん。ちやかだよね。そうだけど、知らない人に名前言っちゃダメだ。賢い、偉いね。さっき自分で言ってたよ。ひ、やっぱりちやかじゃないです。この子可愛いじゃん。なんか面白いじゃん。小中高って一緒だったもゆだけど気づかなかった。小なの？小なの？幼馴染じゃん。あっちゃん？ん？もゆって言ってなかった？誰？違うよ。でも俺も小中高の同級生の顔も名前ももう覚えてねえから。こんな反応なるな。誰ですか？知りません。違いますって。痩せた？え？覚えてない？この前二十歳になった時に、10代の記憶を消せるように言ったから、その願いが叶っちゃったのかも。なんつう願い聞いてるんだ、お前はそんな。小中高でずっと周りから浮いて、嫌われて一人だったから。俺じゃん。俺じゃん。嫌われてたかどうかは知らないけど、浮いてたよ。俺じゃん。思い出せなくても私は同級生のもゆだからね。千秋髪短くしたんだね。髪が長いと感触とかどうしても気になっちゃって。ああ、そうなんだ。俺確かにロングヘアはしたことねえからわかんねえな、それは。もゆはなんでここにいるの？ここで働いてるからだよ。寝カフェで働いてるの？バイトお疲れ。僕店長やってるよ。バイトじゃねえって。ああ、ごめん。勝手にバイトって決めつけちゃって。副店長ってそんなに早くなれるの？まあ、人いないからね。千秋さんみたいな客が来るし大変そう。いや、すげえ自分を卑下しすぎだって。そんなに卑下しなくてもいいと思うよ、俺は。まあ、楽ではないかな。でも、千秋さんなんてまだこう、可愛い方なんじゃないの？なんかね、カフェってもっとやべえやついっぱいいるイメージあるんだけど、俺は。この店はどう？ご飯が美味しくない。そうなんだ。はっきりと言わなくてもいいのに。ごめんね。千秋に出したご飯大体私が作ってるわ、気まず。気まじいな。ああ。大丈夫だよ。作ってるって言っても解凍して温めてるだけだから。でもなんか日霊かなんかのエビピラフすげえ美味しいけど、俺の舌がバグってんのかな。千秋もしかして行く場所がなかったりする？うん。やめたというか、やめさせられて、そうだったんだね。もっと話したいんだけど、そろそろ戻らないと。何か困ったことがあったら言ってね。優しいな、この子。俺もこんな友達がいればよかったな。困ってること？生き方とか？テーマが重すぎるって。もうちょっとこう、フランクな感じでいこうよ。テーマ重くない？それ、生き方って。それは私で役に立てるかわからないかな。あ、セーブするか。もうちょっと行こう。あ、千秋。あ、もゆさん。もゆ、驚かせちゃった？少し。音とか気配に敏感で、どうだろう。まあ、俺も急に音鳴ったらびっくりするな。うん。あと何がダメかな？なんかドライヤーとかしてたりとか、こう自分の世界に入ってる時に、
不意に声かけられるとめちゃめちゃびっくりする。うわーってなる。その出かけ先とかでも人の視線が気になって自分の世界に入ってごまかしてるときに、なんか急にこう声かけられるとうわってなる。だから敏感なのかな？敏感？視線とか声とか足音、動きとか、申し訳ないけど人によっては表情もたまに。表情か、俺基本的に人の顔見ねえからわかんねえや。聞こえなくてもいいことが勝手に聞こえちゃう。うるさい音とか声は特にきつい。すげえわかる。なんか聞こえるんだよな。その例えばなんだろうな、まあご飯食べてたりとかするじゃん。フードコート的な、まあ俺基本的にフードコート嫌いだから行かないんだけど、フードコート的なところで食べてても横とか後ろとかの声が入ってくるのよ全部。それが気にしないようにしてもやっぱ気になるのよ。なんかこう無意識に入ってくるから。で、前に人がいて普通に、まあ友達いないから家族か俺は。まあ友達でもいいんだけど話してて、で、その人の話し声が聞こえないのよ。周りから音が入ってくるから。でも今のはもう言って分かったから大丈夫。急に変顔とかされると驚くからしないでね。絶対しないと思うから大丈夫だよ。休憩時間だから来ちゃった。覗いてみてもいい？え、仲いいな、この子たち。いいよ。何してたの？動画見てた。お、動画見てたの？俺の動画見てたか？どんな動画？あまりうるさくないやつを適当に。あ、じゃあ俺の動画は結構うるさくないよりのうるさいだよ。多分。うるさくないよ、俺の動画。全然うるさくないよ。人と関わってなくても、誰かが喋ってる動画を見て、なんとなく自分が一人じゃない感じになってる。あれかな？家にいたらテレビをつけたくなる理論かな？別に俺はテレビつけたくないけど。寂しいとかじゃないんだけど、ああ、わかるかもそういうの。あとは日記書いてた。日記書いてるのすごいな。今まで長い間書いてたの？昨日から書き始めた。あ、そうなんだ。頑張ろうな。でも飽きちゃった。もうちょっと頑張ろうな。でもまあ俺の日記も不定期更新だから。まあな、まあ特に書くことなくなるんだよな。なんか何をやってもすぐ飽きちゃう。確かに俺も何やってもすぐ飽きるけど、ゲーム実況だけはなんか続いてるな。フリーゲームが面白いんだよな、単純に。飽きるというか、いろいろ気になりだしてやめたくなる。だから特に何もしないでいるのが一番居心地よかったりする。あ、また外にいるね。またちょっと話してもいい？めちゃめちゃ優しいな、この子。名前に優しいっていう文字が入ってるだけあるよな。あ、もゆ、何してたの？マッチングアプリに登録してた。マッチングアプリか、俺やったことねえな。そうなんだ、私も前にやってたことあるよ。いい人探してるの？探してないよ。あ、探してないんだ。じゃあお友達探し？友達探しにも使えるのか、マッチングアプリって。うん、広告に出てきたからノリで登録した。この子の勢い、俺は結構好きだよ。面白いな、それ。どうだった？登録して、最初の方に出てきたよくわからないおじさんにいいね送ったら、すぐマッチングした。でもなんか冷めてすぐ退会しちゃった。この勢い俺は好き。なんかもしかしたらこの子なりに悩んでるのかもしんないけど、俺はこの勢いされるとなんかすげえ興味湧いちゃう、その人に対して。なんでいいね送ったの？確かになんで？指が滑ったんだよ、取り消しできなくて。取り消しできないの、マッチングアプリって。そうなんだ、そうなんだ、ふふふ。あの人なんで私なんかに反応してくれたんだろう。なんでだろうな。俺も、それはわかんない。仮に俺がマッチングアプリでも何でもいいけどさ、SNS でも。だって、向こうから反応されたら、なんで俺に反応したんだろうとは思う。俺が反応して、それの返しで反応するのはわかるよ。うん。まあ、それはまあ、俺が反応したから、返さないといけないなっていうんで反応してくれたんだろうなっていうのはわかるけど、その、向こうから俺に反応してくれる理由はわかんない。なんでだろうってなる。
ちあかが可愛かったからじゃない？でも俺は可愛くねえからな。ちあかちゃんは可愛いけど。違うと思う。顔写真載せてないもん。プロフィール写真さっき適当に撮ったサロの写真だよ。プロフィール写真載せなくてもいいんだ。なんか、もゆちゃんの、なんだろう、提案じゃないけどさ、全部論破されるよな。違うって。ああいうアプリに登録して、自分の写真とか載せてる人たち、あの人たちって実際にどこかにいる人たちなんだよね。そうだよ。ポンタロウも、実際にいるよ。うん、そうだね。なんかそんな気がしないね。どうなんだろう。俺は、ま、動画とか人の動画とか、あんまり見ないけど、まあ、確かに SNS で話する人たちってネットの中の AI じゃないけどさ、二次元の話っぽいよね。画面の中にしかいない気がする。みんな無理していい人ぶってる感じで余計に嘘くさい。おー、そうなのかな。俺はそういうのあんまり感じないかな。ネットだけだと。リアルで会うと感じるけど、ひしひしと。あー、こいつ無理してるなーとかは。ポンタロウは別に無理してないよ、多分。もしかしたら無理してるかもしんないけど、無理していい人ぶってるかもしんないけど、俺はそんなつもりはないけど、まあわかんない。それか嘘くさい方がみんなにとって都合がいいのかな？どうなんだろうね。そういうのを会ってみてもわからないかもね。まあ会ってみてもな、こう猫かぶったりとかできるもんな。登録したら、いろんな人の顔写真がいっぱい出てきた。ちあかさんは視線を向けられるのがとても苦手だから、いっぱい並んだ知らない一つの顔写真に少し驚いてしまった。そんななんか証明写真みたいな感じでブワーって出てくるんだ、マッチングアプリって。マジでやったことねえからわかんねえや。直視できないせいかな、みんな同じ人に見えちゃった。あ、どうなんだろう、俺も。興味ないとかなのかな、わかんないけど、俺もなんか人の顔全部同じに見えるときあるよ。なんか、じゃあこれ聞いてるファンがいたらめちゃめちゃ怒られそうだけど、AKB とかさ、ああいうアイドルグループ、あとはまあ韓国系のなんていうんだ、BT なんとかとかさ、あるじゃん。あれ、俺全員同じに見えるもん。というか、ちあかさんが人から嫌われる理由はわかるけど、好かれる理由はわからない。むしろ人から好かれるのは逆に居心地が悪いかも。あれ、俺か？俺も人から嫌われる理由はわかるよ。でも好かれる理由はわかんない。だってわかんないもん。人から好かれたことねえし。だから人から好かれた場合逆になんで、なんでみたいなことになって、居心地が悪いって言うんではないかもしんないけど、ちょっと気持ち悪いかもしんないよね。なんかこいつなんでこんなに俺に良くしてくれるんだ、裏があるんじゃないのみたいなところはもしかしたら思うかもしれないよね。嫌われる理由はいっぱいあるよ俺。なんでか知らねえけど人に嫌われるの。普通に話してるだけなのに。まあでも動物に好かれるからそれでいいよ。俺もあんま人間のこと好きじゃないし。シアか、あ、もゆ、お金の残りが少なくなってきちゃった。今日か明日にはお店を出て行かなくっちゃ。そうなんだ。行く場所あるの？ない。大丈夫なの？なんとかなるんじゃない？すげえな。なんとかなるんじゃない精神か。ちょっと危ういよな。ちょっと夜とか朝はまだ寒いよ。あ、そっか。まだ寒いんだった。お店の中あったかいから忘れてた。私の家に来る？優しい。でもどうだろう、俺は嫌かな、なんか人がいるのが嫌だ。人の家だから当然なんだけど、俺は人がそこにいるのが嫌だ、なんか、部屋に。いいの？正直かなり助かるかな。この状況そんなしのごの言ってるわけないよな。助けてくれるんだったら甘えないとな。ありがとう。じゃあ今日の仕事が終わったら一緒に私の家に行こうか。地下鉄に乗って何駅か離れた場所にあるけど。優しいな、もゆちゃん。あ、セーブするか。地下鉄に乗るよ。わ、すげえ。髪の毛下ろしたら雰囲気全然違うね。わかった。
したの？どうした？千秋さん電車苦手だった。忘れてた。電車はやっぱり人のあれか？声とかじゃないけど気配がすごいからか？地下鉄って結構人が多いから。そうだったの？大丈夫？やめる？え、優しすぎるって、こんなん。こんなのさ、リアルで言ったら、はぁ？何言ってんの？めんどくさいからさっさと乗れよって言われるのよ。ねえ、何この子優しい。どこに行ったらこの子に会えるの？我慢してみる。そうだよ、そうやって優しく言われたら俺だって我慢できるもん。でも無理しないでね、優しすぎるって、何この子。うん。あの人こっち見てない？あの人のこと？別に見てないと思うよ。そっか、そうだよね。なんかすぐ気になるし、思ったことすぐ言っちゃうんだ。俺も思ったことすぐ言っちゃうの。それで他人が傷つくって思わないのよ。だって俺が傷つかないもん、そんなことでは。駅の放送？アナウンスってこんなに音量大きかったっけ？一回意識するとな、意識しちゃうんだよな、なんかそういうのって。多分だけど、前からこれくらいの大きさだと思うよ。になる？ちょっとね。着いたよ。ふう、大丈夫？うん。まあ人の視線って気になるときは気になるんだよな。なんか俺もさ、なんだろう、結構性別とか間違えられるから、公共施設、まあショッピングモールとかに行ったときとか、まあ別にスーパーとかでもいいんだけど、その男性用トイレ入ると二度見されるのよ。え？え？みたいな感じで、それでなんか視線感じてで、なんか気持ち悪くなるときはあるときはある。うん。ここが私の部屋で、あら、可愛らしい部屋。お邪魔します。温かいお茶を持ってくるね。ありがとう。なんで助けてくれるの？なんだか放っておけなくて、優しい。そっか。嫌だった？嫌じゃないよ。ただ、なんか人から心配されたり優しくされるのって落ち着かないっていうか、落ち着かなくなって、そのうち千秋さんがわざと萌に嫌われるようなことをしそうで怖い。なんだろう、優しくされ慣れてないから、そわそわするのかな。どうなんだろう。俺優しくされる時あるのかな。優しくされるとき、わかんない。優しくされないかもしんない、俺は。いさせてもらうだけだけど、いさせてもらうだけだと、罪悪感で死んじゃうので、掃除とかします。別に何もしなくていいよ。それなら、私、ちゃんとした料理をする時間があまりないから、何か作ってくれる？料理したことないけど、いいかな。二人で頑張って覚えていこう。おはよう。おはよう。しっかり休めた？うん。よかった。あ、もうこんな時間なんだ。だいぶ寝てたね。もゆは早起きだね。仕事で朝早い日が多いから自然と起きるようになっちゃった。すごいね。千秋さんってなんか寝るのが苦手で。寝るのが苦手？布団に入ると、いつも別に調べることもないのにスマホを見て、時間が過ぎて寝られるタイミングを過ぎちゃう。あー、ちょっと違うけど俺も寝るの苦手だよ。なんか寝れないんだよな、単純に。で、寝れなくなって、特に調べることもないけどスマホ見て、あれ？一緒じゃん。あれ一緒じゃん。違くねえわ。一緒じゃねえか。まあそう、寝れないのよ。なんか眠たいなって思っても、いざ布団に入ると、なんか眠れないのよ。で、眠れないから、スマホとか見るんだけど、特に別にそのスマホとかでも何かをするわけじゃないんだけど、結局、寝落ちする感じになるまで、寝れない。なんか、あ、やべえ、寝る、みたいな感じの状態でないと寝れない。さて、眠いから寝ようか、つって寝れる人すごいよな。
あれ羨ましい。スマホの画面眩しいからあまり見ていたくないはずなんだけど、早起きしないといけない前の日の前の夜は、そうやってなかなか眠れなくて遅くまで寝てもいい日に朝早く目が覚めちゃったり、だからなんかうまく眠れなくて寝るのが苦手だなって。そうなんだよ、俺も寝るのもね苦手なの。なんかわかる、すっげえわかる。寝れないんだよな夜。睡眠導入剤とかもらえばいいのかな。今は7時。千夜香さん9時間も寝てたんだ。あ、どうしたの。久しぶりにこんなに眠れた、すごい。そうなんだ。ああ、足の指をぶつけちゃった、痛い。忙しいなこの子。でも俺もなんか3時、1時とか2時とか3時とかに寝ても結局7時とかに目が覚めて、そのルーティンの繰り返しの時あるからな、たまに。ちょっと大丈夫、大丈夫。あ、お手洗い借りていい？いいよ。やばい、どうした？どうしたの？下着に穴が開いてた。しばらく穴と目が合ってた。おお、開いてるみたいな感じなのかな。新しいの買いに行く？大丈夫。いつもタイツ履いてるし別にいいかな。タイツってあったかいのかな？俺履いたことねえからわかんねえや。まあ、それはそうか。まあ、でも俺も別にパンツに穴が開いてたら気にしねえもんな。それじゃあ仕事行ってくるね。うん。やることがない。なんだろう、この圧倒的な紐感。ん？どうした？ただいま帰ってきたのか？あ、お帰り。どうしたの？ドアが開く音でちょっと驚いちゃった。あ、ごめんね。いや、ここは萌の部屋だし、細かいことで驚く千夜さんが悪い。今日はゆっくりできた？うん、おかげさまで。でも何もしてないよ。そっか、いいんじゃない？え？千夜さん興味がないことが多すぎて、大丈夫、俺も基本的に興味ないから。なんか、面白い、やったら面白いのかもしれないけど、やっても長続きしねえしな、なんか、でもこのままではいいとは思ってなくて、今も仕事を探さないといけないのは分かってるんだけど、何もしてないってことは結局は分かってないのかも。今までいくつか仕事したけど、どれも続かなかった。続ける気持ちが湧かない。苦手なものが多いから苦手なものに触れている時間が長い。何もしてないのに時間が過ぎるのって怖いって思う。けど思うだけで結局何もしてない。すげえわかるそれ。なんか何かしないといけないんだろうなっていうのはあるんだよ、趣味でも何でもいいけどさ。でもなんかいざ何をすればいいのかわかんないしなっていうのはわかる。だからゲーム実況って本当楽、趣味としてやってるけどすげえ楽だって。やりたいことかどうかはやりたいことなんだろうと思うけど、すげえ楽。なんか自分一人で完結するし、家の中で終わるし、そうやって過ごしてても誰にも何も言われないし。そっか、なんか人って毎日生きてるだけで結構すごいと思うんだよね。そうだよな、すげえよな。みんなあんな風にさ、毎日毎日仕事に行ってさ、こう家に帰ってきて仕事じゃないや、子供の世話とかしてさ、すげえよなって思う俺は。生きてるだけでも大変なことって生きてるだけでいっぱい出てくると思うんだよね。でも毎日を過ごせているんだから生きてるだけですごいのかもって。優しすぎるって。マジでこの子どこに行ったら会えるの？ね、友達になろうよ俺と。あ、ダメか、俺みたいなやつは友達にならねえかさすがに。そっか。なんか一度でも細かいことが気になり始めたらもう元に戻れないというか。千夜さんはかなり繊細だと思うけど、周りの人に気を使ってほしいわけでもなくて。そうだよね。俺は繊細なのかな？わかんないや。自分で自分のことわかんないし、でも気は使ってほしくないよね。
じゃあ買って、今まで頼れる、誰か頼れる人はいた？あ、ポンタロはいないよ。よくわからない。いたのかもしれない。でもそういう人のことこそ、傷つけちゃったり、千夜さんの方から逃げたりしてきたかも。離れるべき場所や人からは離れないで、離れない方がいいものからはすぐ逃げてる気がする。そうなんだ。考えすぎちゃうのかな？自分と一緒にいたら。なんかこの人はよくなくなるとか、そういうこと考えちゃうのかな？昔の千夜さんが何を考えてたのかわからない。何もしてない時間も大切だと思うな。そうかな？ちょっと休んだらどこか出かけてみようよ。うん。